原爆ドーム前停留場は、広島市中区元町にある、広島電鉄本線の路面電車停留場である。駅番号は、M10。ユネスコの世界遺産に登録された原爆ドームの最寄り停留場であり、日本語の他英語でも、アトミックボムドームと、車内放送される。また、東停留場に停車するときには、慰霊碑の鐘の音をモチーフとした音が、車内放送で流れる。 1947年、手前が、愛い橋停留場。1945年、愛い橋停留場から、西方向を望む。1912年11月23日に本線が、広島駅前から開通した際、その路線は、到底留場まで工事が完了していた。しかしトラブルもあって、同日実際に営業を開始したのは、手前の神谷町までで、 上谷町から東帝流場までの区間の営業開始は、それより2週間後の12月8日のことである。同日、東帝流場から先、恋までの区間も合わせて通じている。開業時の停竜場名は矢倉下停竜場下、停竜場で、これはかつて当地に、広島城三番矢倉があったことに由来する。線路の北側には、矢倉下変電所も設けられ、ここから、 路面電車に電気が供給された。その後、広島市で昭和産業博覧会が開催された1929年頃に愛よ橋停留場に改装。この停留場名にもなっている愛よ橋は、停留場の西にあり、はじめは、軌道と道路とで橋が分けられていたが1932年に、平洋橋としてかけ替えられ、T 字型という特徴的な形状となった。 太平洋戦争下の1944年、あよ橋停留場は営業を休止する。そして翌年の1945年8月6日に、広島市に原爆が投下された。投下の際、T 字型のあよ橋は、滑降の目標になったとされる。爆心地の直近であった当地も甚大な被害を受け、戦術の矢倉下変電所は、瞬時に倒壊、あよ橋の下流にあった広島県。 物産陳列館も破壊された。広島電鉄の市内線も全線が休止されるが、恋方面から復旧が行われ、1ヶ月後の9月7日には、東底流上を含む、左官町八丁堀館が運行を再開した。原爆投下により破壊されたものの全壊を免れた、広島県物産陳列館は、戦後、原爆ドームとして保存されることになった。この原爆ドーム及び、 広島平和記念公園を訪れる人々への案内のため、1974年12月に、停留場名は、愛用岩から原爆ドーム前に解消されている。本線はほぼ全ての区間で、道路上に軌道が付設された。平洋軌道で、東停留場も、道路上に、ホームが置かれている。ホームは、停床式で、上下に面があり。 東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように向かい合って配置されている。線路の北側が広島駅方面の上りホーム、南側が広電西広島駅方面の下りホームである。乗り場は広島電鉄が1994年より各所で行った停留場整備の一環で微層化が進み、開放感を胸とした予想位に改められたほか、2006年には、 バリアフリー化が完了している。広島が市発の開催を控えた2012年には、停留場前の起動時期に芝生が植生され緑化された。また、駅名標などの案内サイン類には、日本語に加え英語、中国語、韓国語の4言語表記が導入されている。神谷町寄りには渡り線がある。停留場の北側正面に広島市民球場があった頃は、 ナイター試合終了時にこの渡り線を用いて、東底流上始発の臨時電車が運行されていた。通常は無人駅であるが、広島フラワーフェスティバル及び、毎年8月6日に行われる広島平和、記念式典の開催時は、臨時の修札員が配置される。また8月6日の原爆投下時刻には、東底流上を被爆電車が、 営業運行をしながらすれ違う運行ダイヤが組まれる。本線には、広島電鉄が運行するすべての路線が乗り入れるが、このうちあたり停留場には2号線、3号線、6号線、7号線、9号線、それに0号線が乗り入れる。停留場のすぐ横には、原爆ドームがある。原爆ドーム、及び、広島平和記念公園は停留場の南にある。 西隣の本川町停留場との間には旧大田川が流れ、軌道はあよい橋にて渡過する。この橋より下流で元安川が旧大田川から分流している。橋の東詰北川には広島商工会議所のビルが立地し、その隣には2010年8月31日をもって閉鎖された旧広島市民球場の跡地がある。球場跡は現在、 暫定的に観光バス駐車場やイベント広場として使用されている。ありがとうございます。